ニコール、レーヌ・レプット、ニコール・レーヌ、ルポートは、フランスの天文学者、数学者である。アレクシス・クレローの下で水星の回帰時期の計算を、行った。日食の予測の計算を行い、製氷の変算に従事した。パリのリュクサンブール宮殿で働く従者のジャン・ウェイタブルの、娘として生まれた。1749年に、時計職人のジャン・アンドレ・ルポートと結婚した。 夫と共に天文観測用の時計を組み立てた。1753年に時計はフランス科学アカデミーに納入され、天文学者のジェローム・ラランドによって評価された。ラランドの推薦によって木星と土星の接動を考慮したハレー彗星の回帰時期を計算していたアレクシス・クレローのもとで働くことになった。クレローのチームは1758年11月に、 ハレー彗星の会期は1759年4月13日と予想した結果を発表し、実際の会期は5月13日であったが予測に近いと評価された。ルポートの功績をくれろは示さなかったが、ラランドがルポートの功績を示す記事を書いた。1759年にラランドのチームに再び加わり、金星の日表通貨の計算に参加した。 この業績の彼女の貢献も明文化されなかったが、ルポートはベジエの科学アカデミーの名誉会員に選ばれた。1762年に1764年4月1日の日食の予測時間の計算を行い、ヨーロッパの各地での食の時間を15分刻みで示した図を示す記事をコナサンスでトンに発表した。製表を作成するグループを作り、 1774年から1784年の間の天体歴を計算した。1767年から10年間、重病となった夫の看護を行い、この看護によって、自らの健康を損ねた。小惑星レイプウッドに命名されている。汚染、リンエム、ウィメインマスマティックス、MIT プレス。 ピアニッシモ 7ISBN9 兆7802億6265万90レプートイコール 1978WN17 イコール 4559PL イコール PLS4559MPC2021 年9月5日閲覧ありがとうございます